細切りのじゃがいもにチーズや野菜を混ぜ込んで、あとは焼くだけ。外はカリッ、中はホックホクで食べ応えあり。野菜のガレットをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず玉ねぎは塩を振って2、3分おき水気を絞ります。ブロッコリーは小房に分けて茎を切り、塩を加えた熱湯で茹でましょう。ボウルにじゃがいも、玉ねぎ、材料 A を入れて混ぜ合わせます。フライパンにサラダ油を熱して生地を入れ、ヘラで押さえて薄く伸ばし、焼き色がつくまで弱火で5分ほど焼きます。残りの野菜、材料 B を乗せて裏返し、時々ヘラで押さえながら5分ほど焼きましょう。食べやすい大きさに切れば出来上がりです。野菜と芋をたっぷり使った見た目もおしゃれなガレットは、朝食やおやつにもおすすめですよ。ぜひお試しください。